私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日のお話は難聴と酸化ストレスということで、コロナでのリモートワークで難聴多発という報道がありました。これについて解説をしたいと思います。まず私の抗酸化チャンネルの登録5万人突破記念ということでプレゼント企画を現在行っています。酸化ストレス検査サビチェック30名、それから私の開発した抗酸化配合剤を500名、日本のサプリメント学会のズーム視聴を10名の方にプレゼントしていますので、どうぞ応募してください。さて、このビデオの用紙ですが、リモートワークでイヤホン難聴が増えるという報道と、それから難聴や突発性難聴の原因はということと、難聴耳鳴りの原因は酸化ストレスということ、そして酸化ストレスを低減するにはについてお話をします。さて、こちらが9月19日に配信されました、ヤフーニュースですが、在宅勤務で常にイヤホン、30代男性の難聴リスクということで、内容としてはですね、オンライン会議などでイヤホンを使用して難聴が起こっている、基本的に大音量で音楽などを聴き続けることでイヤホン難聴が起こる、 WHO はスマホの普及で特に若者たちがイヤホン、ヘッドホン難聴のリスクにさらされていると警告しています。そしてなぜこれは難聴になるかというと、耳の奥にある音を伝える役割を持つ有毛細胞が大きな音で徐々に壊れることで起こると記載されています。そして100デシベル程度、窓を開けた地下鉄車内ですね、あとヘアドライヤーの音に1日15分以上、そして85デシベル程度、街灯の騒音ですねに1日8時間ほどさらされると難聴のリスクが高まると書いてあります。実は有毛細胞がなぜ壊れるのかというと、これは酸化ストレスのダメージなんですね。さて、この絵は有毛細胞がどのような構造をしているかを示したものなんですが、右の電検写真を見ていただいたらいいんですが、正常な有毛細胞というのはたくさんあってきれいに並んでいるんですね。でところが、障害を受けた有毛細胞というのは点でバラバラの形で、そして数が非常に少なくなっているということなんです。さて、酸化ストレスはどこから来るかということなんですが、我々の体の細胞の中にはですね、ミトコンドリアというものがあって、食べ物からエネルギーを作ってくれています。そしてその時に酸素を使うんですが、余った酸素が酸化ストレスの元になります。さて、酸化ストレスが最終物質になるんですが、簡単に説明しますとですね、洗濯用の漂白剤、原料には過酸化水素と書いてあります。そして消毒滅菌というようなものにですね、使われている次亜塩素酸水、これは実は我々の体の中にもともとあるんですね。体の中に細菌とかウイルスが入ってくるとですね、白血球が、それを飲み込んで、破壊するんですが、破壊するときに過酸化水素と次亜塩素酸を使います。まあ一言で言うと、炎症があるところには漂白剤成分があると言えます。考えていただいたら分かりやすいんですが、漂白剤が体の中で増えるイコール全身に炎症が起こるということになります。さて、難聴と酸化ストレスの論文の主なものをここに示しましたが、かなりたくさんの論文が出ています。そして最後の論文では、加齢性難聴の予防における抗酸化物質の役割というような論文も出ています。またこちらが耳鳴りと酸化ストレスの論文ですが、真ん中の論文は、特発性耳鳴りにおける抗酸化療法ということで、抗酸化療法がいろいろトライをされている現状です。認知症のビデオでこれも紹介したスライドなんですが、ご存知ですか、難聴も認知症の危険因子、難聴と認知症、うつ病というような国際シンポジウムのこれは案内なんですが、先ほど言いましたように、酸化ストレスが全身で上がっていると実は難聴と認知症になるわけです。つまり認知症というのは脳の病気ではなくって、
全身の細胞が酸化ストレスでダメージを受けていて脳の症状が先に出るのか、それとも難聴の症状が先に出るのかというような状態です。さて、私たくさんの突発性難聴の方に私の作った抗酸化配合剤を飲んでいただいて、ほとんどの方で改善が見られているんですが、この60歳の女性はですね、ご本人が耳鼻科を受診した時のデータを私に供与していただきましたので、紹介いたします。この方は、左の耳はですね、正常だったんですが、突然右の耳が聞こえなくなったということで、一番最初はこの赤の点線のように聞こえ具合が悪くなっていたんですが、正常神経節ブロックを5回やって細い赤の実線のように少し上に上がっていたんですね。でもこの時点でもう治療法はないので諦めてくださいと言われていて、その後抗酸化配合剤を2ヶ月飲んでもらってもう一度検査を受けていただきました。そうするとこの黒の実線のように、だんだん聞こえるようになってきて、一番最初の状態と比べるとですね、かなり難聴が改善したという症例です。さて、難聴や耳鳴りを避けるには酸化ストレスを下げるのが一番です。まずはイヤホンとかヘッドホンを控えてですね、大音量も避けてください。そして禁煙、大量のお酒を飲まないのも有効と考えます。肥満、糖尿病のある方は糖質制限をしてください。十分な睡眠をとり、精神的ストレスを下げるのも有効だと考えます。エビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も有効と考えます。こちらが抗酸化研究室についての情報です。このビデオにコメント質問がありましたら、このメールアドレスにメールをください。必ずお返事を出しています。